バーペンフォン・ハンブルクは1686年に浸水し、ハンブルクの旗本に行動した護衛艦である。同艦は、ハンブルク提督府と商業委員会から発注され、護送船団を海外におけるハンブルクの貿易相手国まで護衛し、死略船の襲撃から守る任を帯びた。また1683年、カディスで爆沈した初代。 バーペンフォンハンブルクの直接的な後継艦である。1645年頃のハンブルク。1670年頃、バリバリア海賊に対する懲罰遠征に参加中のネーデルラント艦隊。リーフェ・ピーター・ゾーン・フェアシャワーの絵画。17世紀、スピッツベルゲン島近海で創業するネーデルラントの捕鯨船。この奴隷の像は奴隷となった。 ハンブルクの船員の命運に思いをいたさせ、市民からの募金を喚起するためのものであった。ハンブルクは16世紀、ハンザ同盟の権威が失墜すると、経済的な重要性を増大させていった。移住とそれに関連した交易相手の獲得により、帝国自由都市ハンブルクは17世紀中盤以降、ロンドンやアムステルダムと並び、 現在で言えば世界都市に被験する最重要の公易中心都市へと発展し、その交易関係はグリーンランドから地中海や八海にまで及んだのである。その際、非常に大切な気候地はイベリア半島、イングランド、北極海やアルハンゲリスクにあった。証券の拡大とキリスト教国の、とりわけ地中海における武力を伴う影響権の拡大は、 必然的に対立を生み、最終的にイスラム教徒の海賊による襲撃をも招いた。これらの死略船はバルバリア諸国から出撃し、鈍重でしばしば無防備に近い20隻から50隻の防易船によって構成される船団を大いに消耗させていた。船は打歩され、積みは没収され、乗組員はしばしば奴隷となるか。 身代金が支払われるまで最悪の環境下で拘束された。捕獲された船長や船員を買い戻すため、船乗りや航海士は用心のかけらの金庫を設立した。これは身代金の支払いにあたって元となる保険である。この保険に参加できなかったものをも買い戻せるように、百二十三年には選手や乗組員の分担金、国家組織からの補助金及び、 提督府の税金から構成される奴隷解放保険が創設された。しかしこれらの資金も十分ではなかったため、教会にも募金箱が置かれたほか、家庭でも募金活動が組織されている。17世紀中に、市略戦はその作戦範囲を地中海からジブラルタル、そして英仏海峡を越えてエルベ加工まで広げた。その結果、海路を通じたハンブルクへの補給は、 部分的に届り、時期によっては、物資が逼迫に至ることさえあったのである。さらに、キリスト教国間の戦争は、ますます、ハンブルクの経済問題となりつつあった。例えばフランスは、グリーンランドへ向かい捕鯨やアザラシ狩りで得た物資を、加工のためハンブルクへ運ぶ、同志とネーデルラントの船舶を打破するべく、ダンケルクから出航する、死略船の数を増やしていった。 ネーデルラント、イングランド、フランス、ノルウェー、デンマークといった当事国のほか、ハンザとシブレーメンやブランデンブルクプロイセンも公易路の海賊問題に対応する必要から対策として小船団のフリゲートなどの軍艦による護衛を強化した。ハンブルクの指導層は国際的な商業活動における自らの重要な地位を可能な限り持続的に確保するよう望み、 同じく小船団の保護と、いわゆる護衛艦による船団護衛の組織を決定した。このほか1623年には、特にこれらの艦艇の建造、寄装と維持に責任を負うハンブルク帝特府が創設される。1665年、ついに公益路の安全を追求する商人と船乗りの需要を満たし、総王の支援を組織するために商業委員会が設立された。 実際には最初の書管の建造が決まり実行に移されるまでにハンブルク邸特府の創設から40年以上を要している。その主な理由は官邸への趣旨とその維持をめぐる意見の不一致であった。とりわけ海賊によるハンブルクの商船員の捕獲が続き、それに関連する個々の商人の莫大な経済的損失の影響を受ける中、最終的に責任を負う。 物たちは、以後のこのような襲撃を阻止するべく出資上の合意形成と嫌韓の実行を余儀なくされた。17世紀と18世紀、ハンブルクとその住民は、交易に有害な軍事的紛争から距離を置き、紛争当事者に対して、可能な限り中立を保とうと常に尽力していたため、軍艦という類別は、明確に寄付された。その代わり公的には、 攻撃よりも防御に適した監視を指すとする護衛艦や死の護衛艦という分類が用いられている。事実上これらの艦艇は武装を重視して建造されていたため全くもって軍艦と呼び得た。しかし火力において海軍国の軍艦に追随できるものではなかったのである。すなわちこれらの護衛艦は工場的に戦団護衛の任務を帯びる軍艦であった。 そして1669年から1747年まで、ハンブルクの五送船団を警護し、ハンブルクの交易を保障し、それによって、一大交易都市としてのハンブルクの地位を持続的に確保していたのである。クォーターギャラリーの詳細。1686年のバーペンフォン・ハンブルクは、その名を冠した二隻目の護衛艦であった。1685年。 ハンブルク帝特府は、艦の心臓を検討した。なぜなら、初代、バーペンフォン・ハンブルクが失われた後、ハンブルクに収益していた、護衛艦は、レオポルズス・プリムスのみとなっていたからである。しかしその心臓艦は、特に資金面の理由から、火災の犠牲となった前任の艦より、小型となる予定であった。考慮の土台となったのは、大砲30門から40門を搭載したさらに、 小さな護衛艦である。結局、同年9月には、心臓に3万ターラーをかけると決まったが、最終的には54問搭載の初代に類似した、より大きな艦の建造が決定した。大砲の数は、1690年に作られた、アトミラリテートフォン、ハンブルクまで削減されていない。2代目、バーペンフォン・ハンブルクの寄工式は、初代と同様、 テイアホ法フ造船所で実施された。戦勝として招聘されたのは、ゲルトゲルデスである。彼は、初代と同じく、ネーゲルラントの造船様式を参考にしていた。彫刻作業には、すでに、レオポールドスプリムスと、初代、バーペンフォン・ハンブルクに関わった、彫刻家、祭壇職人のクリスティアン・プレヒトへ、再び依頼を出すことができた。いわゆる船舶設計図では、 建造費用と並んで管の最も重要な寸法が定められており、費用の総額を見通せるようになっている。選備版の彫刻についても設計図で規定されているが、彫刻家プレヒトは完全体の彫刻を調和させるべく自らの発議によって契約の範囲を超えて作業に打ち込み、後にその仕事の価値を評価され、追加の報酬さえ受け取っている。 艦は1686年7月に竣工した。新しい2代目、バーペンフォンハンブルクの乗組員は230名から250名であり、そのうち兵員は50名から60名であった。ハンブルクの大門章をあしらい、美しく装飾された、千尾版。この艦は三本マストの横帆舟であった。水んマストの最下部にのみ、重版があった。 さらにバウスプリットには、スプリットセールを付けることができたほか、消灯が備わっており、もう一枚の黄斑を取り付けることが可能なジブブームがあった。喧嘩にあたっては、喫水が課題にならないよう注意が必要であった。さもなければエルベ川の浅瀬、とりわけアルトナサスを安全に航行できなかったからで、ある。二代目、バーペンフォンハンブルクは二層艦であり、後部は、 平らなトランサムスターンであった。人目を引く、中心的な存在、そして地位を代表する彫刻として、完備正面には2匹のライオンが押さえる盾にしをあしらったハンブルクの大紋章が設置された。この彫刻作品は、様々な寓意的かつ、バロック様式の装飾彫刻で縁取られた。ふんだんに金で装飾されたトランサムスターンには、側面のクォーターギャラリーに至る。 千尾郎があった。この千尾郎は、主に音楽を奏でる天使の像で構成されていた。その左右情報には、ポセイドン像が一つずつ配置されていた。クォーターギャラリーは、千尾郎と同様、古代の様式に従った装飾薬類像を採用しており、これまたプットや魚のほかヒッポカムポスといった合成獣の像で縁取られていた。さらに書く。 クォーターギャラリーの屋根には、ハンブルクの紋章を手で支える二人のプットの像が配されている。このほか、千尾楼の上側には美しく装飾されたフリーズが施された。千尾楼とクォーターギャラリーの全体は、数々の水溶が支えているように見える。上側のフリーズの上には三つの大きな幻桃が取り付けられており、伝統的な線尾部分の外観を完成させている。千尾楼看板。 選首像は、ネーデルラントの様式で建造された多くの軍艦と同様にライオンであった。それは前足で、ハンブルクの紋章を掲げていた。このような同士の紋章は、センビローのダリン情報にもあった。艦隊の板張りは、現象を含めて比較的なめらかな表面を特徴とする平ら張りであった。二代目、バーペンフォン・ハンブルクは、大砲54門を備えており、 中でも大口径の砲は、下部の砲艦パンに配置されていた。同艦には砲より多くの砲門が設けられており、微砲や追加の武装を柔軟に取り扱えるようになっている。当時、これらの方にはたらいが用意されており、砲身を内外からスポンジや洗い屋で冷却するべく砲員が使用していた。砲は原則としてネーデルラント、もしくはスウェーデンから輸入したものであった。 1684年8月19日、影響力のある商人や船長が提出した請願で、カスパー・タムが艦長に推薦された。翌日、劣らず影響力に富む利益集団が、提督府を訪れ、ヨハン・シュルト艦長として提案し、結局はその案が優先されることになる。しかし、市民議会が彼を同職に就けることを拒んだ結果、やはりタムが二代目。 バーペンフォンハンブルクの艦長に任命されている。初代、バーペンフォンハンブルクのホルステ艦長と、同様、タム艦長も、護送船団への命令に重ねて背き、終止決算簿に申告していない貨物を指揮下の護衛艦に積み込んだ。タムは、批判に直面したが、彼は例えば輸送した砂糖をバラストと称し、その傾向の理由として、 積み荷の重さによる水上の安定性向上を通じた艦長として当然の権利である搬送、戦闘性能の改善を挙げている。提督府は特に丁寧な調査を実施せず、すでに気づかれていた海賊との戦いにおけるタムの功績を否定しようとする者はいなかったため、彼は過労じて懲戒処分を免れた。 二代目、バーペンフォン・ハンブルクは1686年から1718年にかけて24回の護送に従事した。イベリア半島へ7回、イングランドへ3回、北極海へ6回並びに、アルハンゲリスクへ8回である。1719年、全面的なオーバーホールが必要になると、ハンブルクの会計家は32年の収益の末に必要な修理を承認しなかった。 艦はまだ十分にしのげな未成を保っていたが、これらの修理は同時に喫水の増加に直結するものであった。同時期のエルベ川が次第に浅くなってきていると判明し、特に川の浅瀬であるアルトナサスが喫水の深い船にとって危険になっていたため、これは管受できるものではなく、同年3月31日にこの古い艦をもはや維持しないことが決定された。 この決断が下された後、二代目、バーペンフォン・ハンブルクは、健康委員会の提案で、なお暫定的に検疫船として使用される。しかし、提督府は、基本的に、この護衛官を売却する方針であった。ハンブルクに隣接し、当時は、デンマーク王国に属していたアルトナが関心を表明したが、落札することはできなかった。アルトナ市民が同艦を、ハンブルクの すぐ近く、エルベ川の中央で自沈させ、ハンブルクへの自由な通商路を封鎖するか、少なくとも阻害する懸念があったからである。他の候補者は、900ターラーまで支払う用意があった。しかし、提督府は少なくともセンターラーの利益を上げたかった、ため、差し当たって、取引は成立しなかった。二代目、バーペンフォン・ハンブルクがそれ以降、文献に登場したかは不明である。 1722年には、後継の三代目、バーペンフォン・ハンブルクが竣行し、公衆に披露されているため、その時点で、古い艦はもはや、ハンブルクの所有家にはなかったものと考えられている。1669年から1747年にかけて、護衛任務が行われなくなるまで、ハンブルク市のために活動し、バーペンフォン・ハンブルクの名を冠した。 護衛艦は全部で4隻存在する。残念ながらこの模型は損傷している。例えば完備に正しく据えられている幻灯は2つしかない。通常、10艦にも模型にも3つの横に並んだ幻灯が備わっている。一次資料や二次資料では、ハンブルクの護衛艦は2層の砲艦板を備える。比較的大型の2層艦であった場合でも、フリゲートと呼ばれることがある。 しかしそれらは18世紀中盤以降に導入された方パ板を一つしか持たないより、軽量の非常に公用能力に優れた新時代のフリゲートではない。17世紀と18世紀前半、フリゲートという故障は多様な艦種に対して使用されており、非常に小型の一層艦から比較的大型の二層艦を含む多くの艦船がそう呼ばれる場合があったのである。 ハンブルクの1フィートは0.2856メートルである。一部の資料、文献や現代の汎用において、初代バーペンフォンハンブルクと表記される。しかし、同時代のいくつかの資料では、ワーペン、フォンハンバーグとも呼ばれている。従って、歴史的に正しい表記は、項目名の通り、ワーペンであり、これは後継の書簡にも当てはまる。 商業委員会が設立される直前の1662年6月、ポルトガルへ向かうハンブルクの武装商船8隻がバルバリア海賊のガレー船わずか2隻に露獲された。この試薬行為は結局、ハンブルクの商業界に150万クーラントマルクの経済的損失をもたらしている。市議会はその所簡の中で、これらの官邸を売りに触れて、オルロークシフ、すなわち、 軍艦と呼称している。これに対し、ハンブルク帝特府も商業界も、対外的には、それらが商品の防衛に寄与するものであり、ハンブルクの戦争行為のために発注されたものではないと断言している。方針を水で冷却する、この方法には、1794年頃から疑問が提されていた。なぜなら、冷却により、構造が破損する、可能性があったからである。 そのため初めてイギリス海軍が方針を冷却しない手法へ移行していった。スウェーデンの大砲は品質に優れ、インフラも良好だったので、当時のハンブルク帝特府は長い搬送経路を感受する用意があった。スウェーデンの大砲は当初品質に問題があったもののネーデルラントの技術が導入されてからは成功を収め、1639年以降のスウェーデンは ヨーロッパでも一流の武器製造国にまで成長した。1668年には輸出を通じて1346門の大砲がスウェーデンの製造業者から出荷されている。ムンドフェルド、ビアーライン、クリンガンブラン、P170 よびシパラ、P61 と自決を参照。当時のハンブルクにおいては船長の職位は購入するのが一般的であった。応募者は 船長職に就くため、多数の賛同者と並んで、少なからぬ資金を用意しなくてはならなかった。護衛官の館長は150ウターラーの月給を受け取っていたので、この就職活動における出費を取り戻すには一定の期間がかかる。館長の選任は、護送選団委員会が行う。護衛官の館長は、生涯にわたって、固定の報給と年金を受け取った。 ホルステ艦長は繰り返し警告されたにもかかわらず、何度も艦長への命令に違反し、最終的に託されていた初代、バーペンフォンハンブルクの指揮権を失っている。ワルター・クレス、フォン・アーマン・シー・ホレン・ウント・デン・シフロルトンズ・ハンバーグ、ハンバーグ1981、P36。ありがとうございます。